皆さんこんにちは。元男の子、ガジェット大好き、青木かのんです。本日は久しぶりのガジェット動画になります。登場していただきましょう。トゥ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 感じですよね。店とかに並べたらこれスポンって取られちゃうんじゃないの。だってこんな感じになってるから、こうやって、あー、これ本体はこんな感じです。こんな、なんかへんてこな形してますけど、お尻にですね、 iPhone に直接挿すコネクタがあります。ライトニングのコネクタです。使い道なんですけど、私はiPhone で動画撮ってて、カメラそれしかないんですね。で、音声があんまり良くないんですよ、iPhone って。まあ、それもあって、今回このクリアな音で撮れるということで、iPhone だとこう、動画とか撮るじゃないですか。なんかね、耳に詰まったような音がするんですよね、iPhone は。で、これだと、もう、全方向から音が聞こえるっていうのが売りみたいで、こう、前、後ろ、上、下。もう、全方向で聞こえるっていうものになりますね。久しぶりにこういう機械のものを紹介すると、どういう手順で紹介したらいいかちょっと分かんなくなっちゃいますね。で、こうパチってパチってこういろいろ変えられますね。こうで、ここに R と L って書いてます。で、ここに見にくいと思うんですけど、ここに120度90度って上にダイヤルがカチッカチッカチッってあるんですね。これは120度の範囲で撮れるかとか、こういう90度の範囲で撮れるみたいなことがあるようです。で、ここには10段階のこうくるくるくるってダイヤルがあるんですね。これも音の拾いの濃さみたいなことを示してて、私が使うときは10でやった方がいいのかなと思ってます。で、これがすごいいいのが、この iPhone 結構ケースつけてる方が多いんですけど、ケースつけた状態でもこの出っ張りがここに余分にこの爪が出ているので、ケースつけた人でも難なくつけることができます。そしてここにはイヤホンジャックがあるので、リアルタイムで今どんな感じで音声を録音できてるかっていうのも確認しながら使えるものになってます。まあ、これ多分口だけで言ってもあんまりピンとこないと思いますので、今からちょっとしたおもちゃを使って音をどのぐらい取れてるのか聞いていただきたいと思います。では聞いてみて。ではまずはこの、これがついていない状態の普通の iPhone のマイクで聞いていただきます。そして今回はマイクを装備して
聞いていただきます。この喋ってる声とかにも注目してみてください。では回します。コマほいわどうだろう、ちゃんと音が取れてるかな。ちょっと心配だけど、カチンカチンってぶつかる音もどんな感じだろう。あんまり聞こえないかな。あれ、オレンジが負けちゃった。この世界の果てまでも俺と一緒に行こう。死生中は愛のアスリート輝き目を覚ませ。ドラグン、ドライガー、よみがえれ。今かけてこい俺の青春、今立ち上がれ青春。このブレードは俺の分身、力の限り燃えろ、ま曲がれバディソー、ウォー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 イエーイエー。いかがだったでしょうか。まあ音のなんだろう、リアルな感じがついたのかなと思います。まああのおもちゃのこの室内で遊んでる時の音声だったので、まだちょっと物足りないという方のために、他の動画で外に実際これを持ち出して、公共のこう走る電車とか外の音声をこれで音を取っていきたいと思いますので、その動画は別で出します。そちらも出ましたらぜひ聞いていただけたらなと思います。今回はトゥンテフンテドゥーンダンダダン、IQ7 ズーム社から出ている IQ7 をご紹介しました。久しぶりのガジェット青木でしたが、結構あの手順がわからなくなってしまって紹介がグダグダになってましたが、最後まで聞いていただいた皆さんありがとうございました。はい、最後に告知があります。7月24日もうこの先言うことは皆さん分かっているでしょう。7月24日日曜日お昼の12時から私が主催の青木カノンご飯会を上野の天太郎さんにて貸し切りで行いますので、皆さんと一緒にこう見ている方をね、こうやって一緒にテーブル座って私とご飯を一緒に食べて、のまあソフトドリンクでも未成年も来れるんで、あとお酒もありますから飲み放題。ぜひ皆さん気になった方は下の画面の方の概要欄に詳細書いてあります。内容を納得していただいた方は、噛んだ、いただいた方はこの所属事務所の申し込み予約だね、参加予約、そこからお願いいたします。お席に限りがございますので、なるべくお早めにお申し込みいただけたら幸いです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、そしてツイッターのフォローなどしていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。